さあ、光先輩とのラブラブデート、続きやっていきましょう。こうして私は光先輩に案内してもらって店に向かうことになりました。まずはどこから行くんだろうね。食料大事だよ、食料。まずお米買おう。送料無料のところで。ステージクリア！お、ランク B じゃないですか。これ前回見ればよかった。どこが B だったんだろうな。麻婆豆腐で B ってことは、切れ字とか字のエンドはないのかな？残念。じゃあ次行ってみましょうかね。辛いの食べすぎてお尻が痛くなってみたいな。それで死んじゃうってパターンありそうだったけど。光先輩に案内されるままに歩いていると、すぐに目的のお店に到着できました。このお店なら、いろいろ売ってると思うよ。お、いろいろ売ってる？何が売ってるの？目覚まし時計まず買わなきゃいけないんだけど、ステージ4、ショッピング。買い物したぐらいでさすがに死なないよね。大丈夫だよね。お目当てのものが売り切れてショック死はありそうだけど。日用品も少しずつ揃えたいし、あとは目覚まし時計が欲しいかなって。そうだね、調理道具とかもね、料理するだろうし、自炊するだろうしね。欲しいね。私一人暮らしって初めてで、今まではお母さんに起こしてもらってました。寝起きが悪いんです。あ、そうなんだね。低血圧なのかな。へえ、ランカちゃんってしっかりしてそうなのに赤に弱いんだ。そのギャップがまたいいよね。可愛らしくて、この子とかも寝坊しそうだけど。こうして私たちは店内に入って、それぞれ別のフロアに行くことにしました。光先輩は服を見たいそうで、私は生活雑貨のフロアに向かいました。便利グッズ買おう。便利グッズ100均で。それで1時間後にお店の入り口で待ち合わせることにしたんです。自分のものを、あ、別々に行ったんだ。え、女の子とかってなんか一緒に買うのが好きっていうイメージがあるんだけど、生活雑貨って何回なんだろう。さすがに回数間違えて死ぬってことはないだろうけど。エレベーター前まで行くとすぐにフロア案内が目に入りました。それを見ると生活雑貨フロアは5階のようです。5階なんだ。なるほどね。選択肢出てくるから。うわ、めっちゃ混んでる。私が待っているとすぐにエレベーターが到着しました。そして左右のエレベーターの扉がほぼ同時に開きます。どっちを選ぶかってこと？ちなみに両方とも上に向かうエレベーターです。だからどちらに乗ってもいいんだけど、どうしよう。え、こっちだとなんかさ、酸欠して倒れちゃうとかありそうだし、こっちだと孤独死しそうだよね。どっちも死にそうなんだけど。ちょっとセーブしとこう。この子の場合どっちも安全に見えねえんだよな。でも人がいた方が、この人ちょっとイケメンっぽいから、この人とデートするみたいな、そういうラブコメ展開になるかもしれないから、右側行ってみよう。私はちょっと混雑してる方のエレベーターに乗りました。混雑といっても私一人くらいなら余裕で乗り込めます。これで乗った瞬間にビーってなっちゃって、ああ太ったのかなーみたいな感じでショック死しそうだけど、大丈夫？さあ行きますよ、右側に。その時ランカの背後に忍び寄る人の気配が。誰？何この BGM？ キャー！何？忍び寄る。気がつけばランカは人並みに飲まれていました。彼女の後ろに立っていた数人の客が一気にエレベーターになだれ込んだのです。なんで左行かなかったんだよこいつらは。うわ、めっちゃ混んでる。大丈夫？圧倒的な力に押され、逆らう間もなくランカは押し込められるようにエレベーターに乗り込まれました。痴漢とかあったらどうしよう。あ、何？やばい、心拍数がまた。誰だよお前。驚いて振り返ったランカの目の前には妙に筋肉質な女の子、魔法少女とかやってそうだよね、が立っていました。ぎゅうぎゅう詰めのエレベーター内でもはやランカは全く身動きが取れない状態に。触られちゃうよ、どうしよう。う、息が酸欠になっちゃう。早く降りて2階で。あ、ああ、嘘でしょ。この筋肉質な少女が出た理由は何なの？酸欠死。エレベーターという密室には注意が必要です。というか、そこまで過密に人が乗り込んだら定員オーバーになるとは思いますが、しんどっちゃだったんだよきっと。仕方ない。じゃあこっち行ってみる？なんかドッキリとか仕掛けられないから大丈夫かな。こういうエレベータードッキリってよくあるじゃん。私は誰も乗っていない方のエレベーターに乗ることにしました。そしてドアを閉めようと思った時、突然に声をかけられたんです。よく声かけられるね。さっきの女の人かな？女かどうかわかんないけど。ちょっと待って。あ、誰？ランカの視線の先にはエレベーターに走り込もうとする青年の姿が。これでラブコメ展開になっちゃうの？彼は扉の直前で盛大にこけたかと思うと、なだれ込むようにランカに迫ってきました。これが運命の人なのか。ジャンプ！こういう時ジャンプだよ。ランカは見る、あ、棒立ちのままで避けられなかった。あ、そのままイントゥーザーランカ。いや、オブ！あ、何、失敗、あ、失敗、ミニゲームだったんだ。それぶつかったらね、こんな体の弱いランカちゃんとか死ぬよな。どっちに逃げればいいんだろう。クラピカ理論だと右だけど。激突し、
人生いつどんな時に思わぬ事故に巻き込まれるか分かりません。そうだよね、道中さ、街中歩いてたらさ、エドモンド本田が飛び込んでくるかもしれないしね。常に周囲を気をつけて、あらゆる協力攻撃にも冷静に対応したいものです。激突しあるあるこれ、あ、右って書いてあんじゃん。右に動けばいいの。あ、青年はそのまま勢いよくエレベーターにこの格好でスッと左に行ったの。すげえな、お前。ひゃー、あ、避けられた。大丈夫、やっぱクラピカ理論ってすごいんだな。お、サクセス、やったぜ。こういうミニゲームを途中で挟んでくるんだね。間一髪のところでランカは身をかわす。彼はそのままエレベーター内の壁に向かって一直線に。え、目の前鏡なかったっけ、大丈夫。わあ、ミニチュア現象。わあ、痛そう。かわいい。この子もドジっ子なのかな。壁に激突した彼は、しばらくの間、両手で顔を押さえながら、もだえていますが、大丈夫ですか？ハンカチいります？肩幅広いですね。やがて彼は、まるで何事もなかったかのように、ゆっくりと立ち上がりました。今日もついてねえぜ。どっかで聞いたことあるな、この声。びっくりした。大丈夫ですか、肩幅。あ、すいません、大丈夫っす。で、画材売り場は。画材売り場、アンラッキーじゃねえかよ、お前。画材売り場3階か。その人は3階でエレベーターを降りていきました。ものすごい勢いで壁に激突していたけど、怪我をしている様子はないみたいで、よかったです。画家志望なのかな。そしてエレベーターは5階、生活雑貨のフロアに到着しました。バスみたいになんか選ぶとかなかったのか。初めて来る店なので、どこに何があるかわからないけど、見て回ろうぜ。目覚まし時計を探さなきゃね。目覚まし時計か。俺いつも携帯のアラームだから持ってないな。お、何？クリア。お、エレベーター、ショッピングモール。あ、ここいいじゃん。とりあえず適当に店内を歩いてみることにしました。ちょっと広めのフロアだったけど、少し歩き回ったら時計売り場を見つけられたのです。これが時計売り場。高そうだね、ここで売ってんの。時計だけじゃなくていろんなものが売ってるみたい。せっかくだからおしゃれな部屋にしようよ。友達呼んだ時におしゃれな部屋だとさ、鼻高々になれるよ。あれ？ちょっと見慣れないものが。なんだろう？おもちゃ的な？あ！日本刀！ハイパーゴング！目覚まし時計！ニッポポ人形！ニッポポ人形って何？全然可愛くないんだけど。これは？あ、ゲームボーイ！しかもなんか、中古品じゃねえかよ、お前。漬物石、幸運を呼ぶだって。お金いくらあるかわかんないんだけど、とりあえず目覚まし時計ハイパーゴングかとこ。これがでも絶対起きられるでしょう。超大音量で目覚ましだって、目覚めバッチリだって、ちょっと高級っぽくはねえよ。目覚まし時計みたい。どうしようかな。とりあえずセーブしとこうか、ちょっと。ここの選択肢でセーブして、いろいろ見てみましょうかね。じゃあ、ハイパーゴング、買ってみましょう。4100円だけど、やっぱ値段に見合ったね、効果があると思うんだよね。買い物かご入れます。ここは、奮発しちゃおうかな。ランカは目覚まし時計を買うことにしました。これ一気に買うとかできないの？日本刀も買っとかない？やっぱ女性の一人暮らしってさ、怖いじゃん。護身用にあった方がいいと思うんだよね。大流行してるし。日本刀買ってみましょう。日本刀の置物ね、おじいちゃんの部屋にもあったな。これ帰る途中に警察に銃刀法違反で捕まるとかないよね。じゃあ、19,800円？ 1980 円って書いてなかった？もういや、買っとこう。奮発しちゃう、こういう時は。いらない気もするけど、不思議と目に留まっちゃったのよね。なんかは、日本刀の置物を買うことにしました。本当に19,800円だった。ちょっと見間違えしてたわ。え、でも減らないよ。じゃあ、ニッポポ人形。これやってみる。かわいいって書いてあるし。幸運を呼ぶかもしれないし。ちょっと珍しいかも。中になんか入ってるとかありそうだよね。2300円。はい、買います。かわいいから買っちゃおっと。ニッポポ人形を買うことにしました。で、いいか。1本減ってたのか。なるほどね。で、1個減って。ゲームボーイ。これお金書いてないんだけど。もしかしてただなの？キラリって書いてあるよ。キラリちゃん。これってなんだろう。中古のゲーム機なのかな？パラライカとか歌いそう。その時、不意に背後から肩を叩かれ、私は反射的に振り返りました。キラリちゃんもしかして。お、誰？ここにあったわ。お前がキラリだったのかよ。しかも声可愛いな、お前。ひゃー！突然目の前に女の子が現れて、彼女の体の大きさにびっくりして、思わず声を上げちゃいました。誰なんですか、あなたは。え？ああ！それ、私のものなの。そうなんです。結構ふくよかですね。みんな巨乳だね、この世界の人は。私ったら嫌ね。つい漬物石を運ぶのに夢中になってたら置き忘れちゃって。あ、この人の握力のせいで割れてたってことなのか。彼女の服の袖がビリビリに破れていて、とてもワイルドな風貌です。私はその場で硬直しましたが、そんな私に構うこともなく、彼女は話を続けます。気安く話しかけないでください。もしかしてあなたも漬物石で筋トレする派かしら。どんなやつだよ。あなたもってどういうことだよ。流行してるように言うな、お前。え、
その人はずいずいと迫ってきます。私は謎の威圧感を感じて思わず後ずさりをしてしまい、ムーンウォークをしてしまいました。私ほどじゃないけど、あなたもなかなか女子力が高そうね。まずはあなた鏡を買った方がいいですよ。これどうぞ。ランカは手にしていたゲーム機を彼女に手渡しました。お、なんで近づいてくんだよお前。それじゃお買い物を楽しんでね。ふぐちゃん、なんで頬あからめてんだよお前。もしかしてこの好かれちゃったの。彼女はハテナつけるなよ。ランカに礼を言うと、その場からのしりのしりと去っていきました。のしりのしりってなかなか言わないけどね。漬物石で筋トレってなんだろう。でも体弱いから少し筋トレした方がいいかもしれないよ。ランカちゃんは、ちょ、漬物石買っとく、せっかくだから。これで筋トレして筋肉鍛えよう。幸運を呼ぶパワーストーン、漬物石だって。漬物を作る予定はないけど、520円だし安いから買っとこうぜ。幸運のパワーストーンだし、520円なら買っちゃうかな。これぐらい、あ、漬物石がスルリと手から落ちる。まさか、その下には、ああ第1回目の死亡の悪夢が蘇っちゃう。てん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 。ああですよね。小指ぶつけて死ぬんだから、漬物石なんてやったらオーバーキルだよ。あ、やっちゃった。漬物石。漬物石。誰がうまいことを言えと。軽い気持ちで漬物石を手にしたら、誤って足の上に落としてしまった。そんな悲しい事故を乗り越えて、我々は前進しなければならないので、そうだね。前へ向かって歩み出そう。それじゃあこの3つでいいかな。漬物石はバッドエンドっぽいし、目覚まし時計はもう1個買ったしね。これで行きましょう。お会計します。問題はお金を足りるかって感じだよね。品物を選ぶのをやめてレジに向かいます。お願いします。日本刀が買えるかどうか不安だな。私は買い物カゴを抱えてそのままレジに並ぶことにしました。いらっしゃいませ。お前店員だったのかよ。いらっしゃい、ありがとうございます。それ漬物石運ぶわな。2300円。はい、高級目覚まし時計。高いな。目覚まし時計で4100円って相当だよ。日本刀の置物お着物、本物だったら安いよね。手早く会計している店員の姿を横目に、ランカは財布を探し始めました。ないとかないよね。あ、私、小銭入れしか持ってないよ。お財布、部屋に忘れてきちゃった。先輩呼べばいいじゃん。携帯持ってないのかな。え、あ、そういえば、ここに置きっぱなしじゃ。あ、それで C 判定。Use up to stage 1。財布を忘れずに。え、もしかして、ステージ1からやり直さなきゃ絶対に買えないってことなの？だからランク C だったってこと？めっちゃ集中戦だし。え、でもクリックした時持っていくアクションなかったのに。ゲームを最初からプレイしますか？それとも財布回収シーンからプレイしますか？あー、じゃあ、最初からやり直すか。はい、取ってきました。果たして日本刀が買えるのかどうか、それだけ心配だね。お願いします。それじゃあお支払いを。2万円だからね。こうして私は、あ、できたんだ。そんなに金持ってたの？すげえな、高校生なのに。時間的にもちょうどいい感じで、もうすぐ光先輩との待ち合わせ時間です。でも今月の食費がなくなるとかありそう。ガシとかありそうだね。用事も済んだし、お店の入り口へ行かなきゃね。あ、先輩。何買ったの？ちょっと部屋のインテリアを。つい余計なものまで、テーペロー。私が両手に荷物を持っている姿を見て、光先輩はちょっと驚いたみたいで、先輩手ぶらなんだね。何も買わなかったのかな。冷静に考えると、特に生活に必要じゃないものを買っちゃったような気がするかな。多分護身用にあった方が絶対って、絶対ね、マンションに忍び込む泥棒イベントって絶対あるから、俺の予想だと。無駄遣いしちゃったかも。大丈夫大丈夫。まあまあ、今日は気にしないってことで。そうそう、買い物はストレス発散になるし。そうそう、実はね、必要じゃない、普通不必要なものこそ必要なかもしれないからね。その後は、先輩と二人はショッピングウォールを歩き回って、気がついた時にはもう夕方でした。女の買い物は長いって言うからね。最後は先輩がバス停まで送ってくれて、知らない街だったけれど先輩のおかげで楽しいお時間を過ごすことができました。よかったね、初日見事クリアすることができて。こうして私は帰りのバスに乗り込んだのです。降りる駅間違えないでお願いだから。さあ、このまま順調に行けば？行けたー！やったぜー！でもランク C だろか？やっぱ日本刀がなんか嫌な予感するなー。日本刀がそのうちやっぱお金が足りないとかなるんだろうね。お？お、夕方になった。気がつけば夕暮れ時。私は一人バス停に降り立ちました。ここが私のお部屋から最寄りのバス停です。結構近いところにあるのかな？
明るいうちに帰れそうかな。ん？起きた。ステージ5、お部屋に帰ろう。帰るまでが遠足ですからね。やっぱり帰るイベントもあるわけか。とりあえずセーブしておきましょうかね。まだ土地勘もないし、真っ暗になっちゃうと少し不安かなって。早く帰ろっと。でもこんな整備されてるところだからね、街灯とかもしっかりありそうだけれど。わ、綺麗な夕日。あ、そうだ、夕ご飯どうしようかな。でも自炊した方がいいと思うよ。出前とかだとすぐお金なくなっちゃうよ。引っ越したばかりだから料理をするにはまだちょっと足りないものもあると思います。鍋とか買ってくればよかったね。引っ越しそばとか作りたかったし。うん、今日はコンビニ。あー、そういうことが積み重なってね、余計な出費になっちゃうのに。一回そうやって甘えちゃうと癖になっちゃうからね。よかった、帰り道の途中にコンビニがありました。それじゃあここでお夕飯を買って帰ろっと。コンビニの場所把握してなかったのかね。普通賃貸借りるときに真っ先にチェックしそうなもんだけど。さあ、いるかな店員さん、こんにちは。おー、すごい品ぞえ。ペヤング推しはなんだよ。ペヤング推しはどんだけあんだよ。ペヤング初めて入るお店だけど、コンビニだし、店内は至って普通です。普通じゃねえよ、この品揃えは。いつも通り見慣れた店内だよね。ほら、これとか箱とかも全く開けてないし、なんなの？スナック類が多すぎだろ。何を買おうかな。あ、ペヤング買えるんだ。ペヤング高いんだろうな、また。でもやっぱりさ、女性だからサラダとかないの？サラダとか。おにぎり欲しいよ、おにぎり。なんて出てきたら、この人たち。こんにちは。作画が違うんだけど。おにぎりコーナーに向かおうとしたランガの目の前を大きな女性たち、かっこハテナが通り過ぎました。どうやらおにぎりを選んでいる様子です。いい、たくましいですね。お仕事前はやっぱりお米を食べないとダメだわ。焼きたらこ、買っていきましょう。自分ダンディな声ですね、桃江さん。焼きたらこ美味しいよね。おにぎりなら、どうにか食べられる時間があるかしら。声が可愛すぎるでよ、メロンちゃん。なんか出てきた、ウニュって。センスないわね。エレガントじゃないわ。あなたの名前の方がエレガントすぎるんだけど。エレガントって何だったら、あなた何を買うの？おにぎりのエレガントな具って言ったら何だろう。ツナマヨとか。おにぎりといえば納豆巻き。納豆巻きよ、決まってるじゃない。確かにエレガントな感じはするわ。でも納豆巻きっておにぎりなのかしら。握ってないからね、巻きだからね。何なのこの会話。大きな人たちが3人いるせいでおにぎりに手を伸ばせそうにありません。ランカは静かに距離を取りました。おにぎり食べられないの？すごい大きな人たち、びっくりした。ってことは下の段も取れないってことかな。サンドイッチとかは？サンドイッチ売り場の前で女性が声を荒げているのが見えます。ちょっと早くしなさいよ、開店まで時間ないわよ。さゆりちゃん、さっきの大男たちはここの目の前にいたんでしょ。でこの目の前にはこの人たちがいるわけでしょ。みんな固まってるってことなの、ここに。何なの？あ、かわいい、はい、すみません。この人も男の方ですよね、この胸の感じ。そんな調子で店に出られるかな。いい？絶対に私の足。この方もそうだよね、多分。なんだか雰囲気の良くない様子の二人。それを少し離れた場所からランカが眺めています。何見てんだよとかってメンチ切られない？大丈夫？ああ、なんだか怖い雰囲気だし近寄らない方がいい。ここがちょっと無法地帯すぎだろ。あ、リプトンかなこれ。紅茶欲しい、紅茶。お、レモンティー、あった！レモンティー買う買う。レモンティーは買えるのにおにぎりは買えないんだね。もしかしたらあの人たちこれぐらいのサイズなのかもしれない。これぐらいのちっちゃいおっちゃんたちが目の前にたくさんいるのかもしれないね。じゃあ弁当欲しいんだけど、弁当。パックのレモンティーを入れました。コーラはなんか炭酸に弱そうだから、こっち側。弁当は？お、買えた買えた。海苔弁か、海苔弁いいじゃん。やっぱりパンよりご飯よね。そうなんだ、サンドイッチ。これ何？スパゲッティ？あ、海苔弁当を手に入れました。スパゲッティの方が女性は好きそうな気がするけどな。背後から不意に声をかけられました。やめといた方がいいぜ。誰ですか？京子さんですか？なんか登場人物無駄に多いな、このゲーム。賞味期限切れてるだろう。ここの店長かなりいい加減らしいな。そうなんすか？わざとやってるとこあるんじゃない？売るために、廃棄をなくすために。あ、本当だ、ありがとう。下から取ればいいのに。なるほど、スパは全部ダメだ。喋りが遅い。全滅。でも他の食い物は大丈夫、安心していいぜ。ありがとうございます、ご親切に。下心があるんですか？それだけ言うと男の子は去っていきました。それじゃあスパは買わない方がいいか。スパって訳し方するか。他のものは大丈夫って言ってたよね。あれ、でも今の人ってなんで賞味期限とかわかるんだろう。
そういう能力、投資能力があるとかなのかな。ええー、これを二つだけでいいような気がするけれど、食後のデザート的なおやつも欲しいよね。なんかたくさんあるけど、いちじくジャムだって。いちじくジャムパン、でけえな。ピザポテトもある。焼きそば買いてえけどな。とりあえずセーブし、あ、ピザポテト買っとこう。ピザポテト、体験談が書いてある。何？これを食べたら左の膝の痛みが少し良くなった。真夜中にポテチを食べたらゲーム開発もはかどっている。よう。どういう意味だろう。どういう意味？作者さんの体験談？よくわからないけど、普通のポテトチップスだよね。あ、でも買えねえんだ。ベヤングは？あ、買えるんか。カップ焼きそばがやめとくやめとく。でも見てみたいからちょっとセーブして買うパターンも見てみようか。はい、買います。どうせ高いんでしょ知ってんだから。このね、ゲーム内のね、ペヤングのね、相場ってものすごいからね。高い気します。はい、買います。この3つあれば十分でしょ、仲間。海苔弁とレモンティーだけでいいような気もするけれど。ランカはカゴを抱えてレジに向かいました。レジは2つあって、両方とも店員さんが待機しています。なんでレジの向こう側で待機したの？なんでレジの手前で待機してんだよ、お前らは。さて、どちらのレジに向かいましょうか。どう考えたってイケメンの方がいいけど、この人あれじゃない？お風呂場で出会ったさ、人なんじゃないの？こっちが行ってみようか、こんにちは。わー、まつげ長いっすね、乙女っぽい。コアモテおっさん店員のレジに決定しました。こんにちは、ボクシングやる気はないんですけれど。おう、サークルワイサクセス。サークルワイサクセス。なかなか語呂がいいですね。サークルワイサクセスとか言ってるけど、ゆるいゲーム開発部ってサークル的に成功してるかって言われりゃ微妙だけど。なんでいきなりメタ発言を挟んできたんですか？あ、はい、肉まんもください。店員さんの言っていることはよくわからないけど、ちょっと怖そうな人だし、とりあえずは無難な受け答えをしておきました。かからない方がいいよ。店員はランカから不愛想にカゴを受け取りました。なんともいかつい風貌です。ランカは驚きつつも、どうにか冷静を装っています。ですが、その時です。何？え？ムム。何何何？はい？はあ、はあ。怖すぎて心臓が。突然に店員の表情が険しくなりました。その様子を見て、ランカの心拍数が一気に上がります。なんてこった。何、賞味期限また切れてたの？はあ、突然に店員さんが怖い目つきで私のことを睨んでいます。どうしたんだろう、わけがわからないけど、ただごとではないよう雰囲気です。なんすか、あの、何か私が可愛すぎることが罪なの？え、ベヤングの新製品ブルーハワイ味買ってないか？はい、おすすめだよ。いや、いいっす、どうせ買うならスーパーで安いところで買うんで。ブルーハワイ味なんてなるんだ。へえ、知らなかった。そういうと店員は買い物袋をランカに手渡してくれました。食欲が湧きそうにない色だね。びっくりした。実はいい人なのかな。よかった。あのイケメンの方になったらどうなんだろう。こうして買い物を終えたランカは部屋に向かうのでした。ベヤングはいくらだったんだろう。普通に買っちゃったけど大丈夫かな。まあ、あれは保存食として使えるしね。ランク B！ 素晴らしい。やったぜ。ただいまー。すっかり暗くなっちゃいました。部屋の中も真っ暗です。手探りで電気のスイッチを探さなきゃ。手探りでってここでしょ、大丈夫だよね。これかな。玄関からもうちょっと近い位置にあってほしいね。お、ついた、やったね。誰かいるとかないよね、泥棒がいるとか。鍵は閉まってるしね。ランカは両手に抱えていた荷物を床に置くと静かに立ち上がりました。立ちくらみとかしないでよ。はぁ、はぁ、ちょっと疲れちゃったかな。大丈夫？ステージ6、ただいま。家の中でも危険があるの？やだよ、もう。もう寝ようぜ、風呂入って。部屋に戻ると今日の疲れが一気に襲いかかってきました。でも、お風呂入んなきゃ、お風呂。大事なお風呂だよ。これで今日の用事は全部おしまい。ゆっくりしよーっと。お風呂入ろう。シャワーシャワーシャワー。自分一人しかいないお部屋。なんだか少し寂しい気持ちになってきちゃったけれど、それも少しずつ慣れていくのかな。どうしよう。お風呂にする、ご飯にする、それとも私トイレに行く。トイレもいいな、トイレもいいな。じゃ、時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回お風呂にトイレにご褒美三昧ですね。楽しみですね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。